ソメイヨシノの幹に着生した梅の木ゴケ。梅の木ゴケは地衣類の一種。海緑色の養生地衣類で樹皮や岩に着生する。世界の熱帯及び温帯の一部に広く分布する。その養状体は薄く広がって樹木の幹や枝の表面に生える。差し渡しが10センチメートル程度のものは珍しくなく、比較的大柄な部類に入る。 全体の形は不規則な楕円形だが、これは周囲の状況によって大いに変化する。周囲は丸くなみ打ち。これは個々には周囲が円形に近いさじ状の列片に分かれているためである。個々の列片は幅が約1センチメートル。周辺は丸くならかで、円は基板からやや浮いている。表面は灰色っぽい水色で全体に滑らかだが、 ある程度以上大きいものでは、円からやや内側までは、すべすべしているのに対して、それより、内側ははっきりと艶消しになっている。これは、その表面に細かい粒状の列がが密生するからで、ある。裏面は、円が、泡褐色、それより、内側の新しい部分は、白っぽく、さらにその内側では、濃い褐色となり、偽せ根が、まばらに出る。日本では、 日本海側豪雪地などを除く東北地方以南に分布し、これらの地方の平地では最もありふれた地類である。比較的乾燥した場所に生育しやすい。都市部にはないが、田舎では庭先から森林まで見られる。種として樹皮につき、名前の通り、梅にもよく見られる。しかし、他の樹皮にもよく見られるほか、岩の上に生えることもあり、石垣などでも見られる。 排気ガスには弱いので、都市中心部には少なく、大気汚染の指標とされている。中心部の小実体を拡大成長は、比較的早く、列に一枚がほぼ一年分とのこと。繁殖は、主として、無償生殖による。蒸気のように、養状体の中央表面には、列がを密生し、主な繁殖はこれによって行われるらしい。周辺部に出ないのは、 時間が経たないと作り始めないということでおそらく3年目くらいから作り始めるらしい。有性生殖は知られているがあまり行われない。野外でコキを見ることはほとんどないという。本種はごく普通種であるが似た種は少なくない。他の種はレッペンがより小さいものが多い。また縁が滑らかでごく細かい列がの密生を除けば表面がほぼ 滑らかなことなどが多種と区別できる特徴である。ただし一般に名が知られているのはこの種だけであり、専門家以外がこの名を使用する場合、実際には多くの場合に類似の複数種を一緒に扱っていると思われる。園芸、盆栽では樹皮に梅の木苔のついた梅や松が古くから沈調され、生け花にも使われる。 リトマス試験紙に使う色素リトマスを抽出することもできるが実用にはされていない。また、草木染めにも使われる。ありがとうございます。